北大西洋条約機構 NATO の宇宙最高機密文書によると、 UFO に乗った宇宙人たちはある種のプロジェクトに基づいて行動しているという。果たしてそのプロジェクトとは一体どのようなものだろうか。現在毎日のように世界各地で起こっている UFO 着陸事件や宇宙人による人間誘拐事件、これらも宇宙人の極秘プロジェクトの一つだろうか。遺伝子実験をはじめとする恐ろしい人体実験が次々に明るみに出たばかりか、地下の秘密工場で UFO が製造されテスト飛行されているという。ソ連では相次ぐ UFO 着陸事件を調査すべく、科学アカデミーのもとに UFO 調査研究機関が設立された。ここでは連日のように大勢の人々によって UFO が目撃されるばかりか、驚くべきことに宇宙人に外科手術を施された人々が後を絶たないのだ。これらの手術跡は奇怪なことに、わずか数時間で跡形もなく消え失せてしまうという。果たしてこの不気味な事件は一体どのような意図で行われているのだろうか。アメリカの全国各地ではさらに奇怪な事件が相次いでいる。人々が次々に UFO にさらわれ、宇宙人によって小型の機械装置らしいものを頭や体に埋め込まれる事件が数多く起こっているのだ。それらは CT スキャンの一種によって脳の断層写真にはっきりと映し出されている。さらに体の中から超小型電子装置らしいものが皮膚を破って出てきた人や、口の中に何かを埋め込まれた跡が発見された人もいるのだ。奇怪なことに、ある女性は宇宙人に誘拐され、異種交配を施したカプセルを子宮内に埋め込まれた上、宇宙人の子供を産まされたという。その宇宙人の少女モニカはオクラホマ州タルサに住んでいた。地下深くに密かに設置された宇宙人と人間との共同機密施設デイテル。そこでは身の毛もよだつ恐ろしい遺伝子実験が繰り返されている。その地下秘密施設の在りかを追って、ニューメキシコ州ドール市に飛んだ我々は、ヘリコプターによる探索の結果、巧妙にカムフラージュされた地下秘密施設への入り口や人工建造物らしいものを発見した。元秘密情報部員影の男 X は恐るべき秘密を暴露した。全米各地には長大なトンネル網が張り巡らされ、数多くの地下施設で宇宙人と人間の共同実験が行われている。そしてデイテルでは宇宙人と科学者の間に戦闘が起こり、66人もの人間が殺されたというのだ。さらにネバダ州の秘密基地 S4 では UFO が製造されテスト飛行が続けられているという。我々は急遽その S4 に向かい、ついにテスト飛行中の UFO をビデオカメラに捉えることに成功した。果たして宇宙人と人間の間に交わされた秘密の契約とはどのようなものだろうか。またスペインには奇妙なマークの UFO に乗った雲母星人と呼ばれる宇宙人が訪れている。彼らは人間と同じ姿をしていて、地球上で生活しているばかりか、喉に埋め込んだ発声装置を使って人間と会話するという。果たして宇宙人の目的は何か。そしてイギリス各地に現れる不気味なミステリーサークルの意味は。情報によると、ごく近い将来宇宙人の存在が公式に発表されると言われているのだ。UFO に乗った宇宙人が地球を訪れている。しかもその宇宙人は現在判明しているだけでも10種族以上に上っているのだ。そればかりか、彼らはあるプロジェクトに従って何事かをこの地球上で遂行しつつあると言われている。果たしてそのプロジェクトとは一体どのようなものだろうか。アメリカフロリダ州の海に突き出た小さな半島の町ガルフブリーズ。ここでは3年前から毎日のように UFO が現れ、宇宙人による人間誘拐事件が多発している。しかも最近、この事実を知らせようとする人間には何者かの巧妙な妨害が相次ぐという奇怪な事件が次々に起きているのだ。1月18日の晩、私たちが見た UFO はちょうどこの真上を通って向こうへ飛んでいったんです。そこの部分から赤い光を出していました。その時撮ったのがこの写真です。大勢で見てたんですけど、 UFO は不思議な飛び方をしてました。UFO はあたかも人々にその存在を誇示するかのように飛び回っているのだ。これはそれより10日前の1月8日の夜に、やはりここで撮った UFO の写真です。拡大してみると UFO の周りに稲妻のような光が放射しているのが映っていました。
1月14日だったけど、私はこれと全く同じものをうちの庭から見つけて望遠鏡で覗いたの。雷のように不思議な光り方だったわ。私はそこに置いた車の後ろから UFO を見つけて持っていたビデオカメラで撮ったんです。 UFO は赤い光に包まれていて、まるでこちらに向かって飛んでくるように近づいてきたので、すごく怖かったのを覚えています。一体なぜ人口わずか6000人のこの小さな町にだけ集中して UFO 事件が起きるのだろうか。昨年も取材した江戸氏の家を訪ねることにした。江戸氏は数多くの UFO 写真やビデオを撮影したばかりか、宇宙人にさらわれるという恐ろしい体験を重ねているのだ。最近引っ越したばかりの新築の家で迎えてくれた。最近私自身には何も起こっていませんが、この辺りでは目撃者ばかりでなく UFO にさらわれる人までが現れているんです。この写真は一昨年の1月、私の車の前にいきなり UFO が着陸してきた時のものです。1988年1月12日午後5時ごろ、江戸氏は自分の経営する建設会社へと車を走らせていた。その途端、いつもの UFO が頭上を追い越していくのが見えた。慌てて急ブレーキを踏むと、 UFO は 5、60メートル前方の道路上に着陸した。江戸氏は商売柄いつも持っているポラロイドカメラを撮ると、急いでシャッターを切った。次の瞬間、 UFO から小さな宇宙人が次々に降りてくるのが見えたのだ。宇宙人は以前江戸氏の家に現れたものと同じ姿をしていた。彼らは次第に数を増しながら不気味に近づいてくる。恐ろしくなった江戸氏は急いで車に飛び乗ると、その場を逃げ出したという。UFO の光が路上に反射しているのがはっきりと捉えられている。アメリカン大学のマッカビー博士の分析によると、 UFO の直径は 5、6 メートルだと推定された。江戸氏の元へも何者かの妨害の手が伸びているという。最近奇妙なことに、私を中傷するチラシをあちこちに配っている者がいるんです。一晩のうちになんと2000件もの家のポストにそうしたチラシを入れた事件が起きています。チラシによると、私は嘘つきで酔っ払いだと根も葉もないことが書いてあるんです。おそらく大きな組織が関係していると思うんです。一晩で2000件にチラシを配るなんて一人や二人じゃできませんし、お金もかかるはずです。誰がやっているのか分かりませんが、随分手が込んでいて、こうした偽の写真をわざわざこしらえてはマスコミに送りつけ、私が撮った写真もこのようにして作ったインチキ写真だと言いふらしているんです。こっちの写真などは私の写した UFO 写真と同じ場所を探し出して風景を撮り、それにチャチな模型の UFO を二重写ししているんですが、私が撮ったこの写真とは似ても似つかない代物です。なぜこんなことをしているのかはわからないんですが、ある人に言わせると、政府が関係した秘密組織が意図的に UFO や宇宙人の存在を隠そうとしてやっているっていうんです。本当かどうか私たちにはわからないんですけど。それかどうかは分かりませんが、今年の1月13日に2人の黒服の男たちが突然うちにやってきました。彼らは空軍特別保安部の者だと名乗って、身分証明書を見せ、私の撮った UFO 写真を貸せと言うんです。私はここにはないと嘘をついて追い返したんですが、後で空軍の方に問い合わせたところ、特別保安部などという部署は空軍には存在しないと言われたんです。これが一体何を意味しているのか分からないんですが、なんだか気味の悪い話です。そして今年6月、突如として江戸氏に関する不思議なニュースが報道された。昨夜、エド・ウォルターズ氏が以前住んでいた家の物置部屋から UFO の模型が発見されるという事件が起こりました。人々の間では、ウォルターズ氏の撮った UFO 写真はこの模型を使った偽物ではないかという噂が飛び交っています。ウォルターズ氏はその家が1年間空き家だった間に誰かがわざとそこに置いたのではないかと抗議しています。さらに、江戸氏が模型を使ってインチキ写真を作るのを目撃したという少年が現れ、その父親が証言するという騒ぎに発展した。これが江戸氏が撮った UFO 写真である。発見された模型とは明らかに違っている。世界最大の UFO 研究団体 MUFON も公式声明を発表した。
エドの UFO 写真と発見された模型を比較すると、エドの写真は窓が上下2列に並んでいますが、模型は1列しかなく明らかに違っています。またミューホンではエドの UFO 写真を科学分析して本物であることが証明されています。エドが偽写真を作ったと主張している少年は嘘発見器テストを拒否していますが、エドは嘘発見器や催眠実験などを全てクリアしているのです。その上、地元の大勢の人々が同じ UFO を目撃したり写真に撮っています。したがってミューホンはエドの体験は全て本物であると結論したわけです。エド氏は数多くの写真の他にビデオでも UFO の撮影に成功しているのだ。UFO がエド氏の家の裏庭上空を飛行しているのがはっきりと捉えられている。科学的分析の結果、これをトリックで撮影するのは不可能と結論された。エド氏に関する真偽論争とは別に、このガルフブリーズで UFO 事件が多発していることは確かだ。今年3月、 UFO の着陸跡と思われる痕跡があちこちに発見された。直径およそ 5,6 メートルはあるだろう。エド氏と同様、 UFO をビデオに収めることに成功した人がいる。ジム・スチュワード氏を訪れた。私が外出から帰ってきた時、ふと見ると上空をピカピカ光を発して飛んでいるものを見つけたんです。はじめはヘリコプターかと思ったんですが、飛び方がおかしいのですぐに息子にビデオカメラを持ってこさせ撮影したわけです。前にも何度か見たことがありますが、今回初めてカメラで撮れたんですごく興奮しました。 UFO は不思議な動きをしている。キラキラと光りながら消えたり現れたりを繰り返しているようだ。カメラのファインダーでは小さくて UFO を捉えるのが難しかったという。スロービデオで見てみよう。 UFO は時々2つに分かれたり再び合体したりという奇妙な動きをしていることがわかる。 UFO が現れた直後、軍のヘリコプターが飛び回ることが多いという。 UFO と軍には何かの関係があるのだろうか。ここガルフブリーズにはなぜか全米最大と言われるエグリン空軍基地があるのだ。私たちは1958年頃からこの辺りを UFO が飛び回るのを見ています。近所の人も一緒に見たんですが、不思議なのは UFO を見た翌日、全く覚えがないのに体の一部に小さなあざのような印がついているんです。娘にもついていますが、一番最近のはどこかしら。肩のところよ。確かこの辺にグリーンの小さなマークがついているはずだけど、この辺だけど見えますか？ある人は UFO にさらわれて何か人体実験のようなことをされるとき、こんな印がつくって言うけど、それが本当だとしたら怖いわね。宇宙人はここで何かの実験をしているのだろうか。親子2代にわたって UFO にさらわれた人もいる。一昨年の11月のことですが、5歳になるセイブンが朝起きて突然部屋の中に小さなロボットが現れて、セイブンを UFO の中に連れて行ったと言い出したんです。私は半信半疑でしたが、それから3日後の朝刊にエド・ウォルターズさんが初めて撮った写真が載っているのを見てびっくりしました。セイブンが描いたスケッチとそっくり同じだったからです。1988年11月23日、UFO は家の裏庭に着陸した。今のソファーで寝入っていたセイブン君は、ロボットのような小さな宇宙人に連れられ、UFO の中に入ったという。そこには何人かの宇宙人がいたが、やがて細長い棒のような器具で、セイブン君の鼻の中へ何かを挿入したというのだ。怖くはなかったよ。宇宙人は僕と同じくらいの背の高さで、頭と目がすごく大きかったんだ。私は心配になっていろんな心理学の先生に相談しました。そうしたら催眠術で記憶を取り戻してみることを勧められたんですけど、5歳の子にいきなりそんなことをさせるわけにはいきません。それでまず試験的に私がやってみることにしたんです。そうしたら驚いたことに、私自身7歳の時に宇宙人にさらわれ、 UFO の中で生体検査をされた後、細長い棒のような器具で何かの電気装置らしいものを頭の中に埋め込まれたらしいことが分かったんです。その棒のような機械で私の息子にも何かを埋め込んだのではないかと思うと、恐ろしくて夜も眠れないんです。
宇宙人はこの小さなガルフブリーズの町で一体どのような実験を行おうとしているのだろうか。現在アメリカ各地では宇宙人にさらわれ、 UFO の中で頭や体に何かを埋め込まれた人々が数多く発見されている。体内に埋め込まれた小型電子装置が取り出された人さえいるのだ。そればかりか、宇宙人によって子供を産まされてしまった女性までが現れた。宇宙人の子供スペースチャイルドの行方を追って、まずアメリカ東海岸へ飛んだ。全米各地で宇宙人によって何かを埋め込まれた人々が発見されている。それらの人々はインプランティーと呼ばれ、その数は驚くほど多いのだ。ニュージャージー州トレントン市に住むハガーティ夫人は、頭の中に埋め込まれた宇宙人の小型装置が脳の断層写真にはっきりと映し出されている。 UFO 研究家のマカティリオ氏が出迎えてくれた。アリス・ハガーティ夫人はこれまでに何度も UFO にさらわれているという。最初は私が7歳の時でした。ジフテリアという重い病気にかかり、医者は今夜いっぱい命が持つかどうかわからないと両親に告げたんです。その夜遅く、私の部屋の窓に青白い光が差し込んできたと思うと、突然不思議な生き物が部屋の中に現れて、お前の病気を治してあげようと言ったんです。次の瞬間、私の体が宙に浮いたんです。その夜遅く、不思議な形の UFO が着陸した。窓から差し込む強烈な光に目覚めたアリスは、いつの間にか室内に天使のような感じの生き物が立っているのに気づいたのだ。次に気がつくと、 UFO の中でドクターと呼ばれる宇宙人に円筒形のシリンダーに入れられ、青い液体のような光線を浴びせられたという。これが私がドクターと名付けた宇宙人で、胸のところに斜めの線と S 字型のマークが書かれていました。ドクターはこんな形の細長い棒のような器具を持っていて、先に丸い小さな装置がついていました。それを私の鼻の穴から差し込み、頭の中に埋め込んだんです。 UFO の中にはグレーの皮膚をした小さな宇宙人と、インド系の人間に似たドクターがいて、金属製のベッドに寝かされたアリスに何か小さな装置らしいものを鼻から差し込んだのだ。翌朝起きた時、私の病気は 100% 治っていて、医者は信じられない奇跡だと首をかしげるばかりでした。宇宙人が埋め込んだ物質が一体何だったのかは分かりませんが、今でも私の頭の中に入っているんです。私たち UFO 研究グループは、アリスの頭の中のものを見つけ出すため、ニューヨークの病院にまで出かけ、いろいろと試みました。金属でできているのではないらしく、レントゲンでは全く映らなかったのですが、MRI という磁気共鳴解析装置にかけたところ、頭の断層写真の画像にはっきりと出てきたのです。右の鼻のすぐ脇で、非常に微妙な部分に埋め込まれていることが分かったのですが、これがその MRI の断層写真です。これが MRI による頭部の断層写真である。2つの矢印が左右の目を表している。この矢印の部分に白い不思議な形の物体が埋め込まれているのがはっきりと写っている。左側にはそれらしいものは全くない。現代の医学ではこの場所に何かを埋め込むことも取り出すことも危険すぎてできないのだ。その7歳の時以来、私は何度も宇宙人にさらわれ、 UFO の中でいろいろな実験をされているんです。今でも決まって車で出かける時に起こるんですが、 UFO が車の上空に現れたと思うと、エンジンが一人でに止まり、次の瞬間意識が途切れてしまうんです。1986年12月24日クリスマスの買い物を済ませて帰途に着いたハガーティ夫人は、いつもの UFO が車と並行して飛んでいるのを見つけた。またさらわれるのか。恐怖に震えるハガーティ夫人の前に巨大な UFO が降りてきた。慌てて急ブレーキを踏むと、同時に UFO から青白いビームが放射され、その光で催眠術にかけられたように意識を失っていった。その夜、ハガーティ夫人は妊娠していたベビーを宇宙人に奪われたのだ。私が妊娠していた時のことです。いつものように私は UFO の中に連れ込まれ、冷たいテーブルのような台の上に寝かされた後、恐ろしいことにお腹の中の子供を抜き取られてしまったんです。ドクターは赤い色の肌をした宇宙人で、グレーはその指示のもとに働くアンドロイドのように見えた。そして恐ろしさに身動きできないハガーティ夫人から妊娠3ヶ月の胎児を抜き取ったのだ。
その後生まれた赤ん坊を抱いて愛情を注ぐように命じられ、たくさんのベビーが培養されている育児室のようなところへ連れて行かれた。そこには北欧系の人間に似た宇宙人が働いていた。そして 2,3 歳に育ったスペースチャイルドがいたのだ。肌は異常なまでに白く、感情がほとんどないように見えた。私が感じたのは、宇宙人は進化の最終点近くに達してしまっていて、種を存続するための活力が衰えてきているのではないかと思うんです。そこで彼らは私たち人間の感情や情熱といったものを活力の元として欲しがっているのではないか、そんな気がするんです。果たして宇宙人は我々人間から感情や情熱を吸収しようとしているのだろうか。ペンシルベニア州フィラデルフィア市、ここのテンプル大学のジェイコブス教授は長年宇宙人に誘拐された人々を研究調査している。ハガーティ夫人もその一人である。催眠実験や心理テストでアリスを調査した結果、彼女は全く異常なところのない正常な人間であり、彼女の話した体験は全て事実であることが科学的に証明されました。さらに驚くべきことは、催眠実験の下で彼女が話したことはほとんどが他の同じような体験をした人々の話と完全に一致することです。私の長年の調査の結果、我々が想像しているよりもはるかに多くの人々が宇宙人によって誘拐され人体実験を受けていることが明らかになっています。私が調査した1000人のうち 7% という膨大な数の人々がアブダクティ、つまり宇宙人にさらわれている人々なのです。またインプランティ、つまり体の中に何かを埋め込まれている人々の数も膨大なものに上っています。ある人は膝の部分に薄い刃物で切ったような傷がうっすらと残り、ある人々は耳の後ろや膝の後ろ、腕などにいつの間にか傷がついていることに気づくのです。宇宙人が頭の中に埋め込む方法の一つに、口の中の上顎の部分があります。この場合、上顎に2つの小さな穴が開いていて、そうした人も数多く発見されているのです。非常に恐ろしいことですが、これは現実に起こっている厳然たる事実なのです。宇宙人に埋め込まれた何かの装置が自然に体の外へ出てしまった人もいる。ニューヨーク近郊に住むリチャード・プライス氏である。あれは私が8歳の時でした。ニューヨークの郊外に住んでいて、近所の子供たちと墓地のそばで遊んでいると、突然電車が近づいてくるような音が聞こえたんです。それで丘の上へ駆け上がってみると、ビルディングのように大きな物体が空中に浮かんでいて、その下に小さな人間に似た生き物が二人で何かをしていました。その二人は私に気づくと、私をそのビルのような UFO に乗らないかと誘ったんです。私はその UFO の中で青い光に満たされた円筒形のシリンダーに入れられ、その後見たこともない不思議な機械で足を検査されました。そして何か小さな電子装置のようなものを体の中に埋め込まれたんです。宇宙人たちは8歳のプライス少年に何かを埋め込むとき、そのままにしておかないと死ぬことになるぞと警告した。去年の6月ですが、私が外出しようとして着替えている時、突然お腹のところから小さな物体が飛び出しているのに気づいたんです。34年も経ってようやく宇宙人の埋め込んだ電子装置が出てきたと思った私は、それをつまみ出そうとした途端、ものすごい高圧電流が体を駆け抜けたようなショックでひっくり返ってしまいました。これがその時出てきた物体である。一見石のかけらともコンピューターチップとも取れる不思議な形をしている。プライス氏はこれを州立大学の物理学教授に分析してもらうことにした。教授はそれを3等分して写真に撮り、現在も研究を続けているという。800倍に拡大してみると、あちこちに細い電線やコネクターのようなものが突き出ているのがわかる。これらはそれぞれプライス氏の神経の末端に接続され、微弱な電流で作動していたのではないかと推測されている。だが、その目的はわからないのだ。調査の結果、さらに恐ろしいことが進行中であることが分かりました。それは宇宙人による人間の遺伝子実験で、 UFO の中で培養されている赤ん坊や人間に似て人間とは明らかに違うスペースチャイルドを見せられた人が大勢いるのです。宇宙人が地球上で遂行しているプロジェクトとはどのようなものだろうか。これは今年の2月ある家庭で撮られた不気味な写真である。明らかにテレビのスイッチは入っていない。
だが恐ろしい宇宙人の姿がはっきりと浮かび上がっているのだ。さらに宇宙人に妊娠させられその子供を産み落としたという女性を発見した。しかもその子供は現在13歳の少女に育っているというのだ。クリスタ・ティルトン夫人をオクラホマ州タルサに訪れた。私は10歳の時に初めて UFO の中へ連れ込まれてから何度か同じ体験をしてきました。あれは14年前のことですが、全く身に覚えがないのに妊娠してしまったことがあるんです。何度もお医者さんに確かめたのですが、確かに妊娠していると言うんです。その後心理学者による実験で記憶を取り戻した結果、恐ろしいことが分かったんです。1976年1月、ティルトン夫人は巨大な UFO が着陸してくるのを目撃した。次に気がつくと、UFO の中でグレーの小さな宇宙人と人間の姿をした医者らしい宇宙人に透明なカプセルに入った何かを子宮に埋め込まれたのだ。彼らは遺伝子の実験だという、こと座のベガという星から来たと告げた。そしてカプセルの中には遺伝子操作を済ませた精子が入っていると言ったのだ。その後女の子が生まれました。モニカと名付けましたが、今は13歳になっています。彼女は普通の女の子とは違った点が多く、顔も私に似ていないところがあります。特に目の色などは、私はブルーですがモニカは黒い瞳をしているんです。彼女の知能指数は飛び抜けて高く、学校では特別天才児教室というのに組み入れられています。感情の動きが異常なまでに少なく、怒ったり悲しんだりすることがほとんどないんです。宇宙人から授かった少女モニカ、いよいよそのモニカに会うことになった。モニカには宇宙人との関係を一言も話していないという。だがとても13歳とは思えない。瞳の色は確かにティルトン夫人と全く違っている。実はモニカも UFO を見たというのだ。 UFO はここから見ると円盤の形をしていて、太陽の光が反射してキラキラ光ってました。最初見たのは友達と一緒に車で家へ帰ってきた時でした。こっちの方角で多分1マイルくらいの距離だったと思うんですけど、その晩不思議な夢を見たんです。大きな UFO の中で小さな灰色の皮膚をした宇宙人と人間のお医者さんとが私の周りにいて、お前は私たちの子供だよって言うんです。とっても変でしょ。ちょっと信じられないような夢なので今まで誰にも言わなかったんですけど。宇宙人による遺伝子実験、果たしてそれにはどのような意図が隠されているのだろうか。さらに人間と宇宙人との共同の実験施設がとある秘密の山中の地下深くに作られているという。ティルトン夫人は宇宙人に連れられ、この地下秘密施設で身の毛もよだす恐ろしい実験を垣間見たのだ。我々はティルトン夫人の案内でその地下秘密施設の在りかを探ることにした。そしてついにその入り口らしいものを発見したのだ。宇宙人と人間との共同の地下実験施設があるという。1986年7月、ティルトン夫人は頭の中に聞こえてくるテレパシーの指示通り、まるで無遊病者のように車を走らせていた。するといつものように UFO が現れ、ティルトン夫人を誘導するように飛ぶと前方の荒れ地に着陸した。だがいつもと違う異様な雰囲気が感じられる。 UFO から2人の宇宙人が降りて近づいてきた。急に恐ろしくなったティルトン夫人は慌ててドアをロックした。だがなぜかドアは一人でに開き、宇宙人は嫌がるティルトン夫人を無理やり引っ張り出すと、まるで感情のないロボットのように荒れ地を引きずった挙句 UFO に乗せたのだ。翌朝見たら私の背中に地面を引きずられた時の傷がたくさんついていました。これはその時私の友人に頼んで撮ってもらった写真ですけど、背中一面に赤いひっかき傷ができていて何週間も消えなかったんです。次に思い出したのは、私が UFO に乗せられどこかへ連れて行かれるところでした。
その後 UFO は見たこともない山の中に着陸したんです。 UFO から外へ出るとそこには軍の特殊部隊の服を着た警備兵と空軍の将校らしい人物が私を待ち受けていました。そしてその人物が今思い出しても恐ろしい地下の秘密基地へ私を案内したのです。トンネルの奥には巨大なエレベーターがあった。なぜここに空軍将校がいるのか。ティルトン夫人は軍と宇宙人が共同で何か恐ろしいことをやっていると感じ、恐怖で身も凍る思いだった。やがて地下5階に到着した。そこは近未来の巨大な化学工場のように見えた。警備兵は夫人のあらゆるデータをコンピューターに登録した。警戒は厳重で至る所に隠しカメラがあり、モノレールが何かを運搬していた。ある廊下を通るとき、世にも恐ろしい不気味なものを見た。人間が生きたまま透明なケースに入れられ保存されていたのだ。その後大きな液体タンクのそばを通りました。何かでタンクの中の液体をかき回しているような音が規則正しく聞こえていたんです。タンクの中には黄色い液体が入っていて、その中に何か肉の切れ端のようなものがたくさん浮いてかき混ぜられているようでした。まるで人間の死体のような恐ろしい匂いが立ち込めていて、吐き気がしてよく見れなかったんです。この地下の秘密施設には大勢の人々や動物たちが連れ込まれ、何かの生物学的実験を行っているようだった。空軍将校はある秘密の上層部からの指令でティルトン夫人に一定の決められたものだけを見せるよう命じられていると言った。通路から見下ろすと巨大なタンクの中に黄色い液体が満たされ、中に何か肉のようなものが数多くかき混ぜられているのが見えた。人間の死体に似た恐ろしい匂いが立ち込めていた。それが一体何なのかはついに分からなかったという。次に行った別のフロアには人間の医者とグレーの肌をした小さな宇宙人がいて、共同で何か医学的な実験をしているようでした。その時私は夫との間に子供ができ、妊娠3ヶ月目でしたが、彼らは私に催眠術のようなものをかけ逆らえなくした後、恐ろしいことに何かの未知のテクノロジーを使って私の大切な赤ちゃんを抜き取ってしまったんです。次の部屋には同じようにして抜き取られたと思われる胎児が数多く培養されていた。宇宙人は妊娠 2,3 ヶ月の胎児をごく短期間で生育させるテクノロジーを持っていると言った。胎児は首のところにチューブを差し込まれ、何かの栄養を補給されていたという。そこにはさらに地下6階と7階があるということでした。6階以下ではこの世のものとは思えない恐ろしい実験が行われていて、身の毛もよだつ不気味な生物がたくさんいるので、正常な神経の持ち主では耐えられないだろう。したがってそこは厳重な立ち入り禁止区域になっているというのです。我々はティルトン夫人と共にその地下秘密施設の在りかを突き止めるためヘリコプターで出発した。ココレークが見えてきた。ここは地元の保安官ゲイブ・バルデスが秘密の地下施設の在りかとしてそれとなくほのめかした場所だという。裏側のココレークキャニオンを飛んでみると不思議な建造物がいくつか見つかった。この小屋は何のためにあるのだろう。小屋に通じる道路はどこにも見当たらないが、電気は引かれているのだ。この崖の上にある2つのタンクは一体何のためにあるのだろう。道路もなければ近くには見渡す限り人家も見当たらないのだ。もし貯水タンクだとすると、この地下にある何らかの施設のために作られたとしか考えられない。アルチラータメサ、その麓に小さなドールシーの町が見える。このドールシーには去年地上から取材に来た。ここはアパッチインディアンの居留区で、ここからアルチラータピークと呼ばれる地点が見える。去年訪れた時はすぐさまこの警察署に連行され、ベラーデ署長の説明を聞かされた。アルチラータメサへ通じる道路は全くないので車では行かれないんです。宇宙人の基地があるなんて根も葉もないデタラメですよ。私自身ヘリコプターで上空を飛び、たくさんの写真を撮ってみましたが、写っていたのは岩とか木ばかりで、それらしいものは全く見当たりませんでした。
その挙句、ベラーデ所長はわざわざ我々を誰でも行けそうな地点に案内し、アルチラータメサには接近不可能だと説明した。今考えると所長の挙動には不審な点が多いのだ。今回はヘリコプターで上空から接近することにした。果たして何か手がかりになるものが発見できるだろうか。これが地上から見ていたアルチラータピークだ。小さなアンテナといくつかの簡単な施設が見える。アルチラータピークやアルチラータメサのあるこの一帯は雄大な風景の中にそそり立つ巨大な岩壁で構成されている。アルチラータメサのあたりに一本の道らしいものを見つけた。だが奇妙なことにこの道はどこへも通じることなく消えてしまうのだ。アルチラータメサ、この険しい崖の奥深くに宇宙人と軍の共同地下秘密施設が隠されているのだろうか。ヘリの振動のためか肉眼やビデオでは分からなかったが、写真に引き伸ばしてみるとそれらしいものが見つかった。ここには天井が正方形の人工建造物らしいものがあり、その右側が長方形の穴になっている。太陽光線の影は全て左側に出ているのに、この部分だけは右側が暗いのだ。この崖の上には地上数十センチのところに不思議な乗り物が浮かんでいるのが映っている。球形に近いその物体の側面には窓らしいものさえ見えるのだ。これは一体何だろう。さらに奇妙なものを発見した。なぜかこの地点だけ円形に木が枯れ、地面が変色している。この下に何か木を枯らす原因となるものが隠されているのだろうか。去年この事務所で不思議な話を聞いた。 CIA が地下基地を探してやってきたというのだ。彼らは CIA の身分証明書を持っていて、アルチラータメサとソルジャーキャニオンと呼ばれるところを調査したいので許可をもらいたいと言ってきたんです。私が調査の目的を聞くと、彼らはそこに宇宙人がトンネルを掘って地下基地を作っているはずだというのです。去年は鉄条網に阻まれ地上から接近できなかったソルジャーキャニオンだが、今回は上空から見ることができるのだ。初めに見えた道らしいものは単なるカムフラージュだったのか、途中で消えてしまった。どことなく不気味な感じがする。このどこかに地下への入り口があるのだろうか。突然ティルトン夫人が驚くべきことを叫び出した。以前上空から来たことがあるというのだ。とするとこのどこかに地下の秘密施設が隠されているというのだろうか。この渓谷へは上空からしか入り込めない構造になっている。とするとやはりここなのだろうか。人工の建造物らしいものを見つけた。木々でカムフラージュされた垂直な壁の一部が見える。ティルトン夫人は今こうして見ていても当時のことがありありと思い出されて身の毛がよだすという。他から完全に隔絶されたこの渓谷なら、地下への入り口を隠すには絶好の場所と言えるだろう。先ほど見つけた人工建造物らしいものの反対側に来た。白い巨大な壁のようなものに何かの入り口を暗示するかのように黒々とした影が刻まれている。
ティルトン夫人は以前テレビの SF 映画で見たものが自分の連れ込まれた地下施設の入り口にそっくりだったという。やはり写真に引き伸ばした結果、それらしいものがいくつも見つかった。ここには三角形をした標識らしいものが2つ写っている。 UFO が上空から入り口の位置を確認するためのものだろうか。そして少し離れた位置には天井が正方形の建造物があり、丸い穴が開いている。これは換気口だろうか。ここにはなぜか舗装道路が映っている。道らしいものは全くないこの渓谷になぜ舗装道路があるのだろうか。ここにはトンネルの入り口らしい穴とその前の道路が映っている。その道の先には一見バスのような長方形の物体があり、そのやや右手前に人間らしいものが立っているように見える。長方形の物体には前の方に窓らしいものがあるようだ。そのさらに奥には格納庫のような建造物らしいものが映っている。これは一体何だろう。全体として見ると木立の間に巧みにカムフラージュされた人工的な基地のように見えるのだ。ティルトン夫人は地下施設への入り口は岩や樹木を周囲に配置して巧妙に隠されているという。やはりこのソルジャーキャニオンには地下秘密施設への入り口が隠されているのだろうか。ティルトン夫人はさらに驚くべき事実を話し出した。地下施設へ案内した空軍将校を見つけ出したというのだ。そしてカートランド空軍基地に隣接した雷鳴研究所のベヌウィッツ所長は軍と宇宙人の間の交信を傍受することに成功し、地下基地の在りかを突き止めた。さらに秘密情報部員 X は宇宙人に関する恐るべき真相を語り始めた。ニューメキシコ州のカートランド空軍基地は地下に巨大な秘密施設があることで知られている。しかもそこはソルジャーキャニオンのあるドルシーから南へわずか200キロしか離れていないのだ。これら2つの施設の間は長いトンネルで結ばれているとささやかれている。カートランド空軍基地のマンザノエリア、ここには50のフェンスが張り巡らされ、高圧電流が流されているばかりか警察犬を連れた警備兵が24時間パトロールしている。このマンザノ山の中はくり抜かれ、地下に巨大な秘密施設が隠されている。そこでは密かに運び込まれた UFO の機体の研究分析が行われ、宇宙人の死体までが冷凍保存されているという。この警戒厳重な地域で1980年8月 UFO が着陸しているところを警備兵が目撃するという事件が起こったのだ。1980年8月9日午前0時20分頃、サンディア警備の当直係員が点検パトロール中、一つの建物の裏手に明るく光る物体を発見した。車で近づいてみると円盤型をした物体であることが分かった。無線で知らせようとしたがなぜか通じなかった。車を降り銃を構えて近づこうとしたところ、突然その物体は垂直に飛び上がり、スピードを上げて遠ざかっていった。私自身が尋問し厳重に調査した結果、 UFO が着陸しているところを目撃した警備兵の証言には全く疑問の余地がありません。したがって事件は現実に起こったものと思われます。ドーティ大佐はこの調査結果を報告書にまとめ上司に提出した。だがこのドーティ大佐には奇妙な点が多いのだ。後日1階の調査官では入手できないはずの UFO に関する超極秘文書をたまたま訪れたドキュメンタリー作家にいとも簡単に見せたりしている。さらに驚くべきことに、このドーティ大佐こそティルトン夫人を地下の秘密施設へ案内した空軍将校だったというのだ。私はドーティ大佐のインタビューをビデオテープで見たとき、心臓が止まるほどびっくりしてしまいました。ドーティ大佐が私を地下の秘密基地へ案内した空軍将校にそっくりだったんです。
ひょっとすると他人の空似かもしれませんが、それにしてもうり二つで、顔一面にひげを生やした感じや髪の毛の色など、どう見ても二人は同一人物としか思えないんです。とすると、ドーティー大佐は影の秘密機関の指令で動く極秘のエージェントなのかもしれない。ティルトン夫人を地下施設へ案内し、宇宙人と軍の共同実験を見せたのも、あるプロジェクトに乗っ取った情報リークの一部とも考えられるのだ。果たしてそのプロジェクトとは一体何だろうか。ドゥルシーとカートランド基地の地下施設がトンネルで連結されているとすると、 UFO の着陸やドーティー大佐の奇妙な行動も頷けるのだ。カートランド空軍基地にはもう一つの謎がある。基地の門のすぐ隣には雷鳴研究所の看板が掲げられ、文字通り基地に隣接した位置に研究所が建てられている。なぜこのような場所に民間の研究所があるのだろうか。しかもここのポール・ベヌウィッツ所長は基地に出入りする UFO を写真やビデオに撮ったばかりでなく、基地と宇宙人との間の交信を傍受し、コンピューター言語や60進法コードのグラフィックを利用して宇宙人と直接交信を行った。そればかりか、 UFO やドゥルシーの地下秘密施設からの映像送信を受信することにも成功したのだ。そこには宇宙人と軍の共同の遺伝子実験の様子がありありと映し出されていた。ベヌイッツ所長はさらに交信内容を解読することによって、ドゥルシーの地下秘密施設の在りかを突き止め、その入り口やそこから UFO が出入りするところを写真に収めたと言われている。これはその写真のコピーの一部である。だがベヌイッツ所長はその後姿を消してしまい、その所在は未だにわからないというのだ。ベネウィッツ氏はカートランド空軍基地と宇宙人との間の交信を傍受し、画像を受信することに成功したまでは良かったのですが、一つ大きな過ちを犯しました。彼はその事実を全て書類にした上で、宇宙人を地下基地から追放する計画を立て、これをベータ計画と名付けて書いた文書を軍の上層部に提出したのです。このため彼は精神病院に入院させられる羽目になったのです。ある情報筋によると、ベヌイッツ所長はロボトミー手術を施され、現在はフロリダ州の病院で廃人同様の入院生活を送っているという。彼の雷鳴研究所は現在閉鎖され、無人の廃屋となっているのだ。だが裏へ回ってみて奇妙なことを発見した。真新しい実験室のような建物が2棟、新築したばかりのように建っている。しかも辺りには人の気配すら感じられないのだ。これらの建物は一体誰が何の目的で建てたのだろうか。そしてここでは一体どのような実験が行われているのだろうか。多くの謎を抱えたままラスベガスへ飛んだ。ここで謎の人物 X 氏に会う約束なのだ。 X 氏は元秘密情報部員で、極秘の情報に数多く接している。顔を見せず声も変えることで取材に同意してくれた。実は1950年、つまりロズウェルに UFO が墜落し、宇宙人の死体が4体回収されてからわずか3年後には、すでに地下基地建設の計画が政府部内で密かに進められていたのです。その年に政府が発行した核兵器の事実という文書には、はっきりと地下に巨大な軍の秘密施設を建設する必要がある、そしてその出入り口は地上の人目につかない場所に設置し、誰にもわからないよう完全にカムフラージュされるべきであると書かれていたのです。ドゥルシーに建設された宇宙人との共同地下施設を中心として、アメリカ全土に膨大な数の地下施設が作られ、それらは長大なトンネルで結ばれました。それぞれの施設は超高速リニアカーで連結され、最深部は地下4マイルにも達しているのです。1952年、政府は宇宙人に対してどのように対処するかを真剣に考えなくてはならない必要に迫られました。そこで宇宙人の脅威に対する安全保障と宇宙人とのコミュニケーションを図る目的で、国家安全保障局、つまり NSA が設置されたのです。そしてシグマ計画やプレイトー計画、レッドライト計画といった暗号名のプロジェクトが次々に発足したのです。プロジェクトシグマ、その使命は宇宙人とコンタクトを取ることにある。
1964年4月25日、アメリカ合衆国は宇宙人と初歩的なコミュニケーションを取ることに成功。空軍情報部の高官が2人の宇宙人とニューメキシコ州の砂漠で会見した。この会見は3時間にわたって行われた。この時の会見をはじめとして、宇宙人との間に秘密協定が結ばれたというのだ。それは宇宙人による人間の誘拐と遺伝学的実験を黙認する代わりに、彼らの優れたテクノロジーを提供してもらうというものだった。宇宙人が提供してきた高度なテクノロジーは、すべてマジェスティック12をはじめとする関係機関によって隠され、秘密裏に研究が進められる結果となりました。例えば重力コントロールやビーム電子兵器、マインドコントロールといったテクノロジーもその一部です。CIA はこのマインドコントロールの研究を発展させ、大いに活用したことで知られています。ポール・ベネウィッツ氏もこのマインドコントロール技術で人格を変えられ、廃人同様にされたと聞いています。情報によると、ニューメキシコ州ドゥルシーの南にある極秘の地下施設デイテルからグレイという宇宙人種族を追い出すため、1989年2月レプタリアンという別の宇宙人種族に応援を求めたと言われています。だがレプタリアンは応じなかった。その頃ドゥルシーの地下秘密施設で共同研究に従事する科学者たちの間に、グレイの行っているあまりに非人道的な実験に反対し、彼らを追放しようとする空気が高まってきた。特にグレイによる異種交配実験は科学者たちの反感を募らせたというのだ。そしてドゥルシー基地で働く人間の科学者たちとグレイ氏族の間に争いが起こり、66人もの人間が殺される深刻な事件が起こりました。一人のグレイが殺されたことをきっかけに戦闘が起こった。直ちにデルタ部隊が救援に駆けつけたが、グレイの持つ超テクノロジーによる武器にはかなわず、66人もの人々が殺されたという。その後この地下秘密施設がどうなったかは情報が入っていない。ただその時再びレプタリアンに応援を求める要請がなされたというのだ。応援を求められたレプタリアン種族はこの要請に応えなかったと言われています。レプタリアンは爬虫類の一種から進化したもので、人間の RH- という血液型の起源はレプタリアンから導入されたものだということです。暗号名プロジェクトレッドライトは UFO 製造計画ですが、ネバダ州のネリス空軍基地内にある S4 と呼ばれる極秘の地域で行われ、現在9機から11機の UFO が格納されています。またここでは UFO のテスト飛行も繰り返し行われているのです。地下秘密施設があるドルシーから西へ700キロ、長大なトンネルで結ばれたネバダ州ネリス空軍基地内に S4 がある。ここで働いていた科学者ロバート・ラザー博士が驚くべき真相を暴露した。博士は S4 で生きた宇宙人と会ったばかりか、 UFO の推進機関である反物質反応炉の研究に携わったというのだ。ラザー博士によると、そこでは UFO のテスト飛行も頻繁に行われ、それをビデオに収めることにも成功したという。我々はその極秘の UFO 製造計画を追って S4 へ向かった。ネバダ州の秘密の基地で UFO が製造され、テスト飛行が行われている。ネバダ州ネリス空軍基地、カジノで有名なラスベガスからわずか15キロのこの基地の中には数多くの秘密が隠されていると言われる。ネバダテストサイトと呼ばれる原爆実験場もその一つである。だが最も秘密性の高い施設は全てこの山の向こう側にある広大な敷地内にあるのだ。
中でもグルームレークと呼ばれる地域の近くには UFO を製造しテスト飛行を行っている最高機密地域 S4 がある。そこで働いていた物理学者ロバート・ラザー博士が驚くべき真相を暴露した。私が S4 に行った最初の日に与えられた仕事は厳重な監視の下で UFO と宇宙人に関する文書に目を通すことでした。それは驚くべき文書で、中には宇宙人の死体解剖の写真もあり、胸のところから T 字型に切り開かれて内臓が取り出されたところが写っていたんです。ラザー博士はグルームレークから25キロ南にある S4 エリアで9つの格納庫を見たという。そのうちの一つが開いていて、中に UFO が1機見えたのだ。私が見たのは1機だけですが、その UFO はこんな形をしていました。驚いたのは、その後ある人にスイスのビリー・マイヤー氏が撮った UFO 写真を見せてもらったんですが、それとそっくり同じ形だったんです。ビリー・マイヤー氏はプレアデス星座からやってくる UFO を200枚以上の写真に収めている。交通事故で片腕を失ったマイヤー氏は、農業の傍ら右腕だけで8ミリカメラを回し、 UFO が飛行する様子も数多く撮影しているのだ。ラザー博士が見た UFO もこのようなものだろうか。私の仕事は一機の UFO 内に設置された推進装置を研究することでした。その装置は反物質反応炉と呼ばれ、 UFO のこの部分の床に取り付けられていて、取り外しが自由になっていました。そこから発生する重力波が上に上がっていく仕組みのようでした。ラザー博士が研究を命じられた UFO の原動力反物質反応炉はこのような構造をしていたという。中には燃料の代わりに博士が元素115と名付けた未知の物質が入っていた。それは地球上には存在しない物質だったという。ある日、私が前後を警備兵に挟まれて廊下を歩いているとき、異様な光景に出会いました。2人の科学者が驚くほど小さな人間のような生き物をまるで見下ろすようにして話していたんです。生きた宇宙人がいたとすると、ここでも軍と宇宙人との協力関係は緊密に行われ、密かに UFO を共同で製造しているのだろうか。彼らは水曜日の夕方を選んで、山の上を越えた高いところまで UFO を飛ばすテスト飛行をしていました。ある時、私は研究所のすぐ外側でテスト飛行を見てたんですが、彼らは無線で UFO の乗組員に指示を与えていました。UFO は高圧静電気に似た音を出して飛び上がり、周りを青いコロナ放電の光で包まれていました。地上10メートルぐらいになると、その音は聞こえなくなるんです。 UFO のテスト飛行は外部から見えないところでは毎日行われていた。驚いたことに、 UFO との通信は通常の 200MHz の無線帯域で行われていたが、 UFO 側からの応答は聞こえなかったという。この S4 で飛ばしている UFO と同一のものかどうかはわからないが、ラスベガス近郊では UFO が盛んに飛び回り、ビデオに収められることが多いのだ。 UFO は2機3機と姿を現しては再び消えたりを繰り返している。飛行機が近づいても UFO は動こうとしない。実に不思議な飛び方をしている。このような飛び方ができるのは、重力を完全にコントロールしているからだろうか。ラスベガスに住むジョン・リアー氏を訪ね、 S4 についての情報を聞くことにした。リアー氏はリアジェット機の発明者を父に持つパイロットの名士で、グルームレイクや S4 についても極秘の情報網を持っている。この広大な軍事施設のど真ん中に極秘中の極秘の地域があるんです。それはグルームレイクの近くで、周りは山に囲まれ、外部からは全く伺い知ることができません。ここでは F22、23、24、オーロラといった
秘密の飛行兵器がテストされています。この S4 という地域で UFO の製造開発とテスト飛行が行われています。これは1977年にこの秘密エリアグルームレイクを捉えた貴重な写真です。今はもうだいぶ様子が変わっているはずですが、当時でもすでに厳重な警戒網が敷かれていて、一生ここから出られない科学者たちがいると言われていました。 UFO の格納や製造はここの地下に作られた秘密施設で行われているというのです。いよいよグルームレイクと S4 に最も近づける地点へと向かった。今日は水曜日、運が良ければ UFO のテスト飛行を見ることができるかもしれない。運転はジェム・コックス氏。彼は軍のスパイ学校で訓練したというだけあって、五感が異常なまでに鋭い。見えてきた。あれがグルームレイクへ一直線に通じる長いダートロードだ。この道のはるか先、山を越えたところにグルームレイクと S4 があるのだ。水曜の夜、 UFO がよく姿を現すという午後7時過ぎまでにはまだ時間がある。ここがラザー博士やジョン・リアー氏が UFO を目撃、ビデオカメラに収めた地点だ。あの山並みの上空を UFO が飛び回ったのだろうか。さらにダートロードを進むと警告標識があった。基地司令官の許可なくこの地点から中へ入る者は軍の規則に従って罰せられると書かれている。遠く山の頂上には監視塔らしいものが見える。おそらく見えないところにセンサーが仕込まれているのだろう。どこかから監視されている感じがする。時間までにまだ間があるので、この地域に唯一存在する民家、メドリン牧場を訪ねてみた。だが不思議なことに人の気配が全くないのだ。我々がダートロードの一本道に入った時、遠くを砂煙を上げて走り去る車の姿が小さく見えた。あれがここの住人たちのものだったのだろうか。突然我々のトランシーバーに交信が入った。警告標識のところで引き返したバンがいると言っている。やはり監視されていたのだ。これ今言ってる俺たちが上田さんのことを監視してた。監視してたね。さらに奇妙なことが起こった。一台の車がやってきたと思うと 400-500 メートル離れた地点で止まってしまった。しばらくすると U ターンして引き返していったのだ。なんで行っちゃうんだろう。これは一体どういう意味なのだろうか。今度はグルームレイクの方向から一台の車がやってきた。黒っぽいな。止まった。銃出してみる。やはり止まってじっとこちらの様子を伺っているようだ。あ、ヒットルーン。あ、行っちゃった。この車も同じように U ターンすると引き返していったのだ。おそらく我々に直接接触することなく、ただ監視しているということを我々に知らせようとしたのだろう。その夜ついに UFO は姿を現さなかった。不思議なことにメドリン牧場の人々も一晩中帰ってこなかった。牧場の人々は我々との接触を避けるよう指示されたのだろうか。再び X 氏に会った。あそこは全米の基地の中でも最も警戒厳重な区域の一つで、もし警告標識を無視して奥深くまで入り込んだりすると、おそらくカイルは死体袋に入って出てくるということになるでしょう。あそこには CIA も関係していますが、テスト飛行の前には警備兵たちがあの一本道をパトロールして誰もいないかどうかを確かめるのだと思います。おそらく今日は皆さんの姿を確認したので、テスト飛行は中止になったのでしょう。今度試みるときは彼らがグルームレイクから出発して警告標識を通過し、その先の一本道をパトロールし終わるまで彼らには姿を見られないよう山の上に隠れてやり過ごすのがいいでしょう。
翌日再び試みることにした。今日こそは UFO が見れるかもしれない。ダートロードの一本道を見下ろせる丘の上に隠れて警備のパトロールをやり過ごすことにしたのだ。ここなら下からは見えないだろう。気づかれないよう明かりは一切つけないようにした。それともあれ、あの牧場のやつかな。来た。グルームレイクの方からパトロールの車がやってくる。ダートロードの近辺に人がいないかどうかを確かめているのだ。一度往復すると安心したのか基地の方向へ帰っていった。いよいよ出発だ。ヘッドライトを消して真っ暗闇のダートロードを走る。コックス氏はかなりの暗闇でも目が見えるのだ。なんか出た。星やね。いや、わかんない。何かが見えた。いや、ね、じゃあスター左。あ、動いてる。ストップ。山の上空を光る物体が動いている。おお、Something. Don't you see sparkle? 本当、本当。見えますか？スパークルが見える。スパークル。スパークル。ああ、スパークルしてる。点滅してる。点滅っていうか。肉眼の方がよく見えるけども。でもね、ジェムがね、ジェムも見えるって、火花見える。肉眼で見た方がいいね。ついに UFO を捉えたのだ。この UFO は不思議な動きをしている。スロービデオで見ると、わずか一コマの間に数百メートルもの距離を瞬間移動しているのだ。ビデオテープの一コマは30分の1秒である。もう一度見てみよう。わずか30分の1秒の間に一度消え、次には遠く離れた地点に瞬間的に移動しているのだ。このような動きのできる UFO をすでに地球上で作るだけの超高度なテクノロジーが手に入っているとすると、それは驚くべきことだ。 UFO は1分ほど飛行した後ふっと消えてしまった。グルームレイクの近くにある S4 エリア、やはりここでは本当に UFO が製造され、密かにテスト飛行が繰り返されているのだろうか。とすると、宇宙人側からの超高度なテクノロジーの提供に対して人間側からの見返りはやはり宇宙人による人体実験なのだろうか。いずれにしても我々の目撃する UFO の中には地球製のものもあるのかもしれない。ソ連ではグラスノスチ、つまり情報公開以来 UFO の目撃や着陸事件が続々と報告されている。これらの UFO 事件を解明するため、科学アカデミーのもとにソユーズ UFO センターという調査研究機関が設立された。さらにグルジア共和国では宇宙人によって体を手術されるという奇怪な事件が次々に起こっている。しかも不思議なことに、その傷跡はわずか数時間で消えてしまうというのだ。宇宙人の真の目的とは一体どのようなものだろうか。ソ連では昨年以来、数多くの UFO 着陸事件や宇宙人との遭遇事件が相次いで起こっている。そればかりか、ここでも宇宙人にさらわれ UFO の中で生体検査をされた人々が数多く報告されているのだ。そのため科学アカデミーのもとにソユーズ UFO センターが設立され、元宇宙飛行士のパーベル・ポポビッチ氏がその副委員長に就任した。ポポビッチ氏は UFO と宇宙人の存在を信じているという。この度私がソユーズ UFO センターという UFO 調査研究機関の副委員長に就任することになったのは、グラスノスチ、つまり情報公開以来ソ連の全国各地にわたって UFO の目撃や宇宙人による着陸事件が次々に報道されたことにあります。この広い宇宙で地球だけにしか知的生物がいないと考えるのには無理があります。おそらくたくさんの生命体が宇宙にはいるのでしょう。残念ながら私自身は宇宙飛行中に UFO を見たことはありませんが、宇宙人が事実この地球を訪れているかどうかの証拠は今後の調査で明らかになるでしょう。1989年10月、モスクワで数千人の人々が一斉に UFO を見るという事件が起こった。
この時は屋外で歌詞のリサイタルが行われ、それに集まった人々が偶然発見して大騒ぎになったのだ。UFO は三角錐の形をしているように見える。数十分間にわたってゆっくりと上空を飛行した UFO はやがて東の空へ消えていった。ラトビア共和国の新聞リガのパーベル・ムホルトフ記者が報告したところによると、ペルミ州では一度に60人以上の宇宙人がキャンプ中の40人の人々の前に現れ、会話を交わしたという。ソユーズ UFO センターの委員長ウラジミール・アジェジャ博士は驚くべき事実を明らかにした。去年1年間に非常に多くの UFO 事件が起こりました。目撃や着陸事件ばかりでなく、宇宙人に誘拐され UFO 内で何らかの生体検査を受けた人も驚くほど多数に上っています。推定によると、なんと去年1年間で5500人もの人がさらわれたのではないかと考えられるのです。ちなみに1年間の行方不明者は9万1000人ですから、およそその 6% に当たるわけです。最近ではゴルバチョフ大統領も公式の席上で UFO に関する質問に、まだ解明されていない事実の一つで現在学者たちが専門に研究していると真面目に答えているほどです。我々の調査も含めて近いうちに事実が明らかになると信じています。我々は宇宙人によって次々に手術が行われるという奇怪な事件を追ってグルジア共和国へ飛んだ。首都トビリシにある科学アカデミーでは UFO 事件について専門に研究する学者チームができているという。その委員長ガムクリビッゼ博士とショニエ教授を訪れた。このグルジア共和国では非常に多くの奇妙な事件が相次いで起きています。そこでこのショニエ教授と一緒に調査に当たっているわけです。ここにはいいカメラが少ないのであまり鮮明なものはないかもしれませんが、 UFO を捉えた写真だけでもこんなにたくさんあるのです。そのくらい事件が多発しているわけですが、不思議なのは宇宙人に手術してもらって病気が治るという奇怪な事件が次々に起きていることです。これはその一例ですが、胸にこのような手術跡がついてその後長年の病気が治ったり、この写真のように胃潰瘍を手術されて完治したという例もあります。信じられないことに、どの場合にも手術の傷跡がわずか数日という短期間に跡形もなく消えてしまうのです。世界中でこうした事件は起きていると思いますが、私は宇宙人が我々に悪意を持っているとは思えないのです。おそらく彼らは我々人類がまだ正式にコンタクトするには精神的にも社会的にも準備ができていないと感じているのではないでしょうか。宇宙人からもらった石の水を飲んで糖尿病が治った少女がいるという、今年12歳になるエカ・オリジニッゼちゃんである。去年の9月だったけど、私が糖尿病で入院しているとき、突然体中が光っている女の人が部屋の中に現れたの。そして、あなたの病気を治してあげよう、私のあげる石を水の中に入れて飲みなさいって言ったんです。そしたらいつの間にか私の手の中に小さな石が入っていて、気がついたら女の人はスーッと消えていったの。娘が変なことを言い出すんで、私は半信半疑でしたけど、あまり熱心に言うので試しにその水を飲ませてみたんです。そうしたら本当に病気が治ってしまったんで、もうびっくりしてるんです。一見石炭に似ているが、これが突然エカちゃんの手のひらに現れたというのだ。これがその石よ、宇宙人さんがくれたんだと思う。私は宇宙人がいるなんて全然信じてなかったけど、現に娘の体がインシュリン注射を受け付けなくなってきたと思ったら完全に治ってしまったんです。これは認めるしかしょうがないし、正直なところ宇宙人に感謝しているんです。このグルジア共和国に現れる宇宙人はなぜか人間の病気を治してくれる親切なものが多い。グラム・グルザリシビリさんも宇宙人の外科手術で病気が治った一人である。あれは去年の9月9日の朝9時過ぎでした。私がいつものように車を運転して会社へ向かう途中、道端に黒い服を着た女性が手を挙げて乗せてくれという身振りをしているのを見かけたんです。そこで最寄りの駅まで送ってあげようと乗せた途端、不思議なことが起こったんです。その日の朝、グラムさんがいつものように会社に向かっていると、一人の女性がしきりに手を振っているのを見かけた。
どうやら近くの駅まで乗せてほしいということらしい。だが不思議なことに、グラムさんがいくら話しかけても、その女性は後ろの座席に座ったまま一言も口を聞かないのだ。気になって後ろを振り向こうとした途端、突然グラムさんは両目を塞がれて前が見えなくなってしまった。次に覚えているのは、広い野原に巨大な UFO が着陸してくるところだった。その後は記憶が途切れて覚えていない。ふと気がつくと郊外の森の中に一人で倒れていたという。その時の手術の跡というのは今でもうっすらと残っています。これは以前病院で手術した跡で、8センチも切ったのですが、手術後の経過が悪く、ちょっと重いものを持ったりするとすぐに傷口が開いて血が出るので仕事ができなかったんです。あの事件の後はすっかり良くなったんですが、これが宇宙人が手術してくれた跡です。まだ薄く残っているので、よく見ると見えると思うんですが、これがその時の宇宙人の手術跡である。通常の手術とは明らかに違う。グラムさんは事件の直後、この病院を訪れて診察を受けた。診察に当たった医師も縫った跡がない奇妙な傷跡を不審がっているのだ。これがグラムさんが診察に来た時の写真ですが、来たばかりの時はもっと鮮明で、直径 6-7 センチの完全な楕円形をしていました。私が医者ですから、あれが宇宙人の手術跡かどうかは分かりませんが、確かに彼の症状は以前より良くなっています。私が一番驚いたのは、その傷がわずか2時間ぐらいの間にみるみる消えていって半円形になってしまったことで、これは通常考えられないことです。グラムさんは長年の私の患者さんですが、彼は嘘をつくとか空想を膨らませるといったタイプの人間ではありません。現実に彼のこれまでの病状は改善されていますし、私は彼が事実起こったことをありのままに話していると感じているんです。グラムさんの勤めている内装工事会社ではどのように受け取られているのだろうか。上司や同僚たちにインタビューしてみた。グラムさんはもう10年間私の下で働いていますが、非常に真面目でいい仕事をする職人かたぎの男です。バカがつくほどの正直者で、おそらくここで働く人間の中で一番信頼されていると思います。グラムは前から病弱で、ひょっとするとガンじゃないかって仲間内で噂したくらいしょっちゅう倒れてました。それが突然元気になっちまってびっくりしてるんです。彼は今や仲間内でも一番の力持ちで、腕相撲でも彼にかなう者はいないくらいなんです。今は子供たちとサッカーもできるし、眼鏡なしで新聞も読めるようになって、すっかり若返りました。本当にありがたいことです。宇宙人による手術は、通常傷跡が治るのに2週間はかかるところを、わずか数時間で、しかも跡形もなく消えてしまうのが特徴である。こうした人々を100人以上も診察したショニエ博士は、いろいろな点から見て、やはり宇宙人の仕業としか考えられないという。私の患者で長年胃潰瘍を患っているロマンさんという人がいて、よく宇宙人とコンタクトしているなどと言っていましたので、冗談に今度宇宙人に胃潰瘍の手術を頼んでごらんと言ったんです。そうしたら数日後、本当に手術されたと言ってきたのでびっくりしました。見るとちゃんと体毛が剃られていて、一直線に切った跡がついているんですが、縫った跡はどこにもありません。何よりも驚いたのは、その傷跡がわずか1日で完全に跡形もなく消えてしまったことです。検査したところ、彼の胃潰瘍は治ってしまっていました。このグルジア共和国を訪れている宇宙人が、人々の病気を手術して治すには何かの意味があるのだろうか。去年ソ連にも現れた雲母星人と呼ばれる宇宙人は、独特な形の UFO で世界各地を訪れ、喉に発声装置を埋め込んだ上、我々人間に混じって生活しているという。雲母星人は奇妙なマークの UFO に乗ってこの地球を訪れている。スペインのマドリッド市。雲母星人は密かに人間に混じって生活し、何人かの人々に彼らの情報を手紙で送り続けているという。果たして彼らはどこにいるのだろうか。私のところへも1965年に最初の雲母星人からの手紙が届きました。2年後の1967年6月、マドリッド郊外に雲母星のマークをつけた UFO が着陸するというんです。驚いたことに、予告された通りの日にちと場所に本当に UFO が現れ、写真に撮られました。ところが、この UFO 写真を撮った人物が今もって見つからないんです。だが UFO が2人の別々の人物によって撮影されたことは確かなのだ。
我々はその撮影現場サンホセデバルデラスを訪れた。今から23年前の1967年6月1日 UFO は確かにこの辺りの上空を飛んだと思われる。だが今は辺りの様子が一変していて、どの地点から撮影したのかがわからない。ついにそれらしい場所を発見した。写真と比べるとここから撮ったことがはっきりとわかる。不思議なことにどうしても鉄塔の位置が合わないのだ。数年前からこの辺にもマンションがどんどん建ち始めて、その時鉄塔の位置も動かされたんです。以前はもっと向こうの城の近くにあったんですが、それがそこに移動したわけです。確かにこの写真に写っている鉄塔と現在立っているものとは全体の形も違うし、土台の部分が異なっている。やはり鉄塔は建て替えられたのだ。連続写真で見ると UFO ははじめ水平に近づいてきて、鉄塔の脇で垂直になって飛び、さらに水平飛行に戻ったと思われる。おそらくこのような飛行を見せながら右の方へ移動していった。そしてそこでもう一人の人物によって撮影されたのだ。その時たまたまこの草原でピクニック中だった青年と家族連れの男が別々に写真を撮り新聞社に送ったが、名前を書き忘れたため撮影者が不明のままだという。この辺の住人は今でも城の上空に UFO を見ているのだ。一昨日の晩ここからカミさんと見たんですが、あの城の上にすごく光る物体が浮かんでたんです。僕たちみんなであの城の上を飛んでいくのを見たよ。すごいスピードでこっちから飛んでたんだ。この前うちのお母さんも見たって言ってた。6時頃だってよ。僕も見たんだ。さらに驚くべき情報が飛び込んできた。雲母星人は北欧系の人間に似ていて、喉に発声装置を埋め込んでいるというのだ。バルセロナに住むアントニオ・リベラ氏も雲母星人からの手紙を受け取った一人である。雲母星人の外見は北欧人に似ていて背が高く金髪だそうです。そして2歳ぐらいになると喉の声帯が変わり声が出なくなるというのです。雲母星人は普段はテレパシーで会話するため声帯がないので、地球上に住む時には喉に特殊な発声装置を埋め込むのだそうです。私はこれについては半信半疑でしたが、2年前あるカフェで不思議な話を聞いたのです。その時私は友人である国際警察の調査官と久しぶりに会ったのですが、その彼が実はある人物を探しているのだが心当たりはないかというんです。どんな人物かと聞くと、なんと喉に不思議な装置を埋め込んだ背の高い北欧系の人物を探しているというのです。果たして CIA が雲母星人を探しているのかどうか、その辺は私にもわからないのですが。とすると雲母星人は我々人間に混じり何食わぬ顔をして生活しているのだろうか。彼らの声も録音されているのだ。ある日雲母星人からの手紙をもらっている人たちばかりが集まって会議を開いていたのですが、どうしてそのことを知ったのか、突然そこへ雲母星人から電話がかかってきたのです。実はその声を録音してあるんですが、ちょっと鼻声がかっているのが雲母星人の声です。雲母星人からの情報をもとに特許を取った人物がいる。山手の高級住宅地に邸宅を構える銀行家のラファエル・ファリオリス氏である。氏も長年手紙を受け取っている一人だ。これまでに雲母星人から送られてきた手紙は1963年以来27年間にわたって全部で6000通に及んでいます。しかもそこに書かれている彼らの母性や生活の様子、特に優れた科学テクノロジーについての記述は現在の一流の科学者たちに見せても非常に高度な知識に基づいて書かれたもので、我々の科学の延長上にある未来科学の範疇に属するものであることがはっきりしているのです。ファリオリス氏は当時 UFO の着陸現場も実地に調査している。現場には着陸ギアの跡が4つ残され、内部には十字型のマークがついていた。また奇妙な形の金属製の通信塔らしいものが発見された。中には薄いリボン状の物質で雲母星のマークが型押しされたものと未知の金属片が収められていた。
このさまざまな色に変化する不思議な金属は分析の結果地球上のものとは思えないと結論されたのだ。さらに雲母星人の実在を裏付ける証拠があります。私の友人は雲母星人から受け取った手紙をもとにメガネを使わずに見られる立体映画の特許を申請し見事に特許権を取得しましたし、実は私自身も何一つ分からぬままに雲母星人からの図面通りに申請した結果、モーターなどの駆動部分が全くない録音システムの特許を取ることに成功したのです。これこそ雲母星人が地球を訪れている決定的な証拠ではないでしょうか。イベリア航空のパイロットたちも最近雲母星人の UFO を至近距離ではっきりと目撃したと証言しているのだ。あれは1984年の5月のことでした。時間は午後の1時過ぎで、マドリッドからバルセロナに向かう途中でした。気象状況は雲一つない快晴でしたが、前方に何か金属製の物体が浮かんでいるのが見えたんです。それは我々が近づくに従って明らかに円盤の形をしているのが分かりました。私は急いでパーサーやスチュアーデスを呼びにやって、乗組員全員の8人で見たんですが、円盤はどんどん近くなり、ついに我々の飛行機の真上近くに来ました。真下から見るとそれは完全な円形をした金属製の円盤で、その底の部分にこのように両側にアーチ型の線と真ん中にもう一本の線のマークのようなものが真っ黒な色で描かれているのが見えたんです。それは実に不思議なデザインで、こんな形のマークでした。 H という字に似たものの真ん中にもう一本の線が入った奇妙なマークで、それは見間違いようのないほどはっきりと見えたんです。とすると雲母星人の UFO は今なおマドリッド近郊の上空を何らかの計画のもとに飛び回っているのだろうか。私の25年間の長いパイロット生活の中で、あんなにはっきりとした UFO を目の当たりにしたのは初めてです。UFO と宇宙人の存在に関するグラスノスチが政府と宇宙人の共同作戦のもとにすでに始まっていると言われる。秘密の筋からの情報によると、来る1992年にはアメリカのブッシュ大統領が公式発表をするのではないかと言われているのだ。宇宙人と人間の協力関係は我々の想像以上に進んでいるという。ニューヨークに住む NASA の技術者エクスラー氏を訪ねた。政府と宇宙人との協力のもとに開発された新しいテクノロジーはたくさんあります。ステルス爆撃機をはじめ、磁場コントロールによる瞬間移動や重力制御、反物質反応炉などが密かに研究され、もはや実用化の段階にまで来ていると言われています。そして宇宙人と UFO の存在を大衆に知らせようとする情報公開、つまりグラスノフスチ作戦も政府と宇宙人の協力のもとに進められているのです。ガルフブリーズでの UFO 事件もその一環で、限られた一地域にしょっちゅう姿を現し、大勢の人々に目撃されたり写真やビデオに撮影されたりするというのは、大衆にパニックを起こさせないようにしながら宇宙人の存在をそれとなく認識させていく作戦として、まことにうってつけの広報活動と言えるでしょう。またこのグラスノフスチ作戦にはマスコミも巧みに使われています。これはアマコというハイテクの会社の広告ですが、これには宇宙人の姿が効果的に使われています。広告文の方には近未来に到達できる未知のテクノロジーと書いてあるだけで、どこにもこの宇宙人の絵と関連のあることは書かれていません。つまりこれは宇宙人の存在とそれのもたらす高度なテクノロジーの恩恵というものを潜在意識的に大衆に植え付けようと作られた巧妙な PR 作戦と考えられるのです。私が CIA から得た情報によると、ネリス空軍基地内の S4 にある UFO の秘密製造工場を暴露したロバート・ラザー博士は、実は事実をそれとなく公表するための作戦に利用されたおとりだったのではないかと思われるのです。つまりラザー博士をわざと警戒厳重な S4 で雇い入れ、宇宙人の写真や生きている姿を見せ、 UFO の原動力である反物質反応炉まで見せた。その上で彼に心理的な圧迫を加え、生命の危険まで感じさせるほどの脅迫をする。そうすればラザー博士は身の安全を図るためにマスコミに走り、全てを公開すると読んだ上での戦略で、それが見事に成功したというわけです。とすると最近イギリス各地で盛んに現れている巨大な地上絵ミステリーサークルも、そうした宇宙人側からのグラスノスチ作戦の一環だろうか。こうした巨大な幾何学模様が人間技とは考えられない方法で作られるのは、我々人間以外にも知的生物、つまり宇宙人が存在することを我々に気づかせるための一つの手段ではないだろうか。
いろいろな情報を総合すると、宇宙人の文明は我々よりも数万年以上も進んでいると思われます。とすると、人間の考えを読み取ったり、我々の感情や意思を自由に操ることぐらい朝飯前でしょう。もしそうだとすると、なぜ彼らはわざわざ人々をさらって、UFO の中で生体検査まがいのことをやってみせ、記憶を消して返すなどという面倒くさいことをやっているのでしょうか。おそらく彼らは自分たちの存在を気づかせるために意図的にやっているに違いないのです。ソ連での最近の動きを見ても分かるように、人間側からも宇宙人が存在することを公表しようとするグラスノスチ作戦が世界的規模で進められていると思われるのです。そしてアメリカで言えば、今度ブッシュ大統領が再選された時が一つのチャンスだと思うのです。彼にとってはそれが最後の任期となるはずなので、私は2年後のその時こそブッシュ大統領が公式に宇宙人の存在を発表する絶好のタイミングだと期待しているのです。 UFO と宇宙人の存在が2年後公式に発表される。これがもし本当だとすると大変なことである。驚くべきことに NATO では今から25年も前、すでに宇宙人の存在が明らかになっていて、彼らの来訪の目的も分かっていたという。私は1963年から5年間 NATO、 つまり北大西洋条約機構に所属していましたが、その間に宇宙最高機密と呼ばれるトップシークレット文書を見る機会を与えられたのです。私はこの文書を一目見た途端、驚きのあまり心臓が止まりそうになりました。そこには3つの結論がはっきりと書かれていたのです。第一に、 UFO は地球外の知的生物のものである。第二に、宇宙人は我々より1000年から1万年も先に進んだ驚異的なテクノロジーを持ち、ある種の計画に基づいて地球を訪れている。第三に、彼らには我々を侵略する意図はないというものでした。そして宇宙人が現在地球を訪れている理由の一つに、我々人類の核に関する扱い方を危惧していることが挙げられるとありました。核兵器の開発や原子力発電所の事故など、一つ間違えると地球ごと吹き飛ばしかねない事態を憂慮し、どのようにして我々がこの状況に対処していくかを見守っていると思われるのです。私が宇宙から見た地球は青く美しい球体でした。今その地球は空気も海も水も大地も、農薬をはじめとするさまざまな化学薬品や廃棄物、放射性物質などで汚染されてしまっています。宇宙人もこのことを警告し、私たち人間に反省を促すために来ているのではないでしょうか。私は今こそ私たちの地球を私たちの手で守ることが最も大切なのではないかと思うのです。今年11月23日からの3日間、石川県羽咋市で開かれる宇宙と UFO 国際シンポジウムにあてて、海部首相からメッセージが送られた。そこには、 UFO についてそろそろ現実問題として取り上げてもいい頃だと思っているとあり、次のように書かれている。第一線で UFO 研究されているアメリカとソ連の科学者の方々や宇宙飛行士が来日されて一緒に講演されるという状況が、宇宙から見た地球の平和に寄与し、この分野での国際貢献の足がかりを築くよう願ってやみません。この宇宙から見た地球の平和という言葉は、宇宙人の存在を前提とした上での地球の平和を意味しているのではないだろうか。そして UFO と宇宙人の存在を公表しようとする動きは、現在世界的規模で広がっているようにも思われるのだ。21世紀を目前にした今、私たちは全く新しい考え方のもとに、全く新しいライフスタイルを打ち立てる必要に迫られているのではないだろうか。この番組が終わりに近づいた頃、驚くべき情報が飛び込んできた。アメリカ空軍がこれまでひた隠しにしてきた宇宙人の死体と UFO の内部写真5枚が、南アフリカ政府の軍関係者によって入手され、それらは間もなく世界各国で一斉に公表されるだろうというのだ。この事件の詳細は次の機会にお伝えしたいと思う。